ゃそうか。電脳世界で起きたあれだし、リアルでどうこうなるあれじゃないよね。けどあの子たち大丈夫かな。嘘、覚えてない？この白状も、ほら私をかばってくれたデジモンたちだよ。ちょっと心配だな、あの子たちがいなかったらきっと今頃。はあ、なんか私ってば子供の頃からああなんだよね。大事な時になるといつもビビっちゃうっていうか、頭が真っ白になって動けなくなっちゃうみたいな。君にも嫌な思いさせちゃったかな。ほんとごめん。あ、それはそうと、君もショッピングなう？へえ、電脳探偵になったんだ。あ、すごい、電脳探偵か。電脳探偵ね、電脳探偵。は、何それ、電脳探偵？別にいいけど、てかいいか悪いかもわかんないけど、なんだかすんごい思い切ったんだなって。まあハッカーになるとかより全然いいかも。てかハッカーだよ、新た、あいつハッカーだったよ。助けてはくれたけど、あれ完全にハッカーだったよ。なんかちょっとへこむな、嘘つかれてたわけじゃん、あれから会ってないんだ。やだな、気まずいな。こういう時は地味犬の新曲でも聴いて、悪魔的になろう、老人形になろう。挨拶回りは済んだようだな。かなり個性の強い面々だが、さすが中野に住まう人々といったところか。うん、さて次は町に出てもらうぞ。反電脳体の君が現実世界に完璧に溶け込めるかどうか、順応テストの最終段階といったところだ。新宿で聞き込みをしてきたまえ。君のことが噂になっているかもしれない。何せあの姿を目撃されたのだからな。その間私は私の仕事を片付けさせてもらう。又吉刑事にも調査結果を報告しておかないといけないのでね。それと一つ重要なことを伝えそびれていた。君の母親のことだ。親御さんが仕事で長期海外出張しているのは不幸中の幸いだった。君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを間一髪、すぐに退院すると連絡して引き止めておいた。君からも連絡して安心させてあげたまえ。親御さんの様子はどうだったかな。うん、問題なさそうだな。安心したようで何よりだ。これからは連絡が来ることもあるだろう。親御さんの件は君に一任する。しっかり対応したまえ。これは人の子としての義務でもある。では行動開始だ。新宿へ向かいたまえ。
お前こんなところで何やってるんだよ。おふくろさんとこ行ったんじゃねえの。海外、あーなんつう国だっけ。なあさくら、どこだっけ。そうだね、群馬。ば、絶対ちげえよ。つうかそれ外国じゃねえよ、日本だよ。そうだね。たく、最近ずっとこの調子だよ。なんか地味犬にハマったらしくてよ。四六時中地味犬地味犬うるさかったと思ったら、今度はこんなだよ。家じゃずーっと地味犬の PV 見てるらしいしよ。さすがに心配だぜ。つーかお前だよ、お前。海外行かずに何やってんだ。で、電脳探偵なんだそりゃ。なんかすげえ熱くなる響きだな、電脳探偵。なあさくら、聞いたかよ、こいつ電脳探偵になったってよ。おいおいってば。サワサワ。うわあ、今ならいけると思ったんだ。つうかお前地味犬知ってんの。バンドだよ、バンド。なんか最近地味に売れてんだぜ。何がいいんだか俺にはさっぱりわかんねえけど。まあ曲はそこそこ良かったりするけどよ。とにかくお前が電脳探偵になって学校サボりまくってるってことは分かった。送別会したのにな、俺泣いちゃったのにな。けどこれからもお前に会えるならいっかな、さくら。まあそういうこった。おたけ、なんともなかったんだな。俺か。ま、見ての通りこっちも一応問題なしだ。強いて問題を探すとしたらノキアのやつかな。資金には刺激強すぎたはずだぜ。ま、ほとんど自業自得だけど。にしてもあの化け物初めて見たぜ。なんとなく噂には聞いてたけどよ、他のデータを捕食する危ねえプログラムがあるってな。あの後運営に問い合わせてみたんだが、知らぬ存ぜぬの一点張りだ。どう考えたって不自然だと思わないか。あんなもん運営が気づいてないはずないだろ。どうにも気になるんだよな。ちっとばかし本腰入れて調べてみっかな。少なくとも公式のイベントや底辺ハッカーの悪ふざけってんじゃなさそうだ。ん？俺がハッカーかどうかって。まあそれはなんつうかあれだな、まああれだわ。あっと、俺約束があったんだった。そんじゃまあ行くわ。またそのうちな。
うん、先頃目撃された君の姿も大した騒ぎには発展しなかったようだな。その様子ならば君も大手を振って街を歩けるだろう。ところで話は変わるが、君に新しいエデンアカウントを用意した。現在君のアカウントはエデンネットワーク上で正しく認識されていない状態だ。そのため通常手続きでエデンにログインできない。コネクトジャンプで侵入できるとしても不正なアカウント扱いではまともにサービスを利用できない。そのような状態では職務にも差し障る。今後は用意した新規アカウントでログインしたまえ。さてそろそろ時間だな。仕事の時間だよ、助手君。あのクレミ探偵事務所はこちらでしょうか。約束した時刻通りか。ふん、なかなか優秀な依頼人のようだ。ようこそクレミ探偵事務所へ。どうぞお入りください。失礼します。あなたは。ほう、君たちは知り合いか。いえ、知り合いというほどでは。ふん、まあいいでしょう。依頼人の山科優子さんですね。はい、私が山科優子です。では依頼内容を伺いましょう。そちらのソファーへおかけください。はい。父が、私の父が消えてしまいました。消えたとは？行方不明になってしまったんです。探偵さんには消えてしまった父、山科誠を探し出してほしいんです。うん、お父様に関する情報はありますか？はい、父の基本的な情報はこちらに。データを送ります。ですがその中で手がかりになりそうなのは父が使っていたエデンのアカウント情報くらいで。アカウント情報を問い合わせると現在もアクティブな状態なんです。でも呼びかけても応答しない。全く反応がありません。父を見つけ出してください。わかりました、お引き受けしましょう。よろしくお願いします。ではすぐに調査を開始しましょう。進展があればお知らせします。連絡先を教えていただけますか？いえ、その必要はありません。しばらくしたらまた来ます。それではこれで失礼します。なるほどな。山科誠のアカウント情報が確認できた。結論から言えばこのアカウントは何者かに乗っ取られている可能性が高い。アカウントの動きに不自然な点が多々見受けられる。同時に複数の山科誠がエデン内を確保していたりな。最近巷を賑わしているアカウント狩りに間違いない。君にはまず現在もアクティブな山科誠のアカウントの追跡から始めてもらう。アカウントの乗っ取りは
往々にして組織的な犯行であることが多い。エデンで聞き込み調査をすればアカウント狩りに関する情報が何かしら得られるだろう。出番だワトソン君エデンへ赴き聞き込み調査をしてきたまえ。
行くぞみんな。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな。そりゃみんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。もうダメ。みんなよく頑張ったね。
無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。あ、なんだてめえは。こんな場所にのこのこ現れやがって、なめてんのか。ふんづけて吹き飛ばすぞ。無限にワンダップすんぞ。お、なんだおめえもお仲間じゃんかよ。新顔かい。ちゃんとアカウントは買ってきたかい。ひえー、やるじゃん。今度僕と一狩り行こうよ。約束だよと。君いいタイミングで来たね。いっ、ほらあそこ見てみ。あれがメフィストさんだよ。乗っ取ったアカウントはあの人が直接買い取ってくれるんだよ。行っちゃうのかい。ちょっぴり決まっちゃってる人だから気をつけてね。アカウント早くよこせ、うん、アカウントアカウント。早くアカウントよこせ。アカ
Hehehehe